が見にくいな。はい、皆さんおはようございます。ラッキーウッキーこよっこー、東米でございます。痛快おっチャンネル。風の方が出てますね。今日はあのお昼にあの風速さんとか言ってましたけど、ちょっとね流れの速い場所で、今日打ってみたいと思います。ちょっと状況によってはね、ドボンをやる形になるかもしれないですけど、まあそのところでね、様子見て、まあいろいろ考えたいと思います。じゃあね、釣れるかどうかはお楽しみにしておいてください。以上です。それでは頑張ります。先週ね、満開だった、桜もですね、だいぶちょっと散っちゃいましたね。まあね、散るからこそ美しいって言葉がありますから、仕方ないです。もうね、桜をバックにね、撮影することはね、今週が最後だと思います。来週にはね、残念ながらもう枯れ落ちてしまうんではないかと思います。本当にあの1年1回、1回の兆候なんですけど、桜の木の下でねやるのは。魚の方もですね、先週は、まあ、4匹だったかな、4匹釣れてすごい楽しい思いをしました。まあ、今週はね、釣れるかどうかちょっとね、 今からちょっとやるんですけど、まあ、今日も釣れたらいいですよね。まあ、皆さんのね、あの池や川釣れてる情報とかね、どんどん入ってきてますので、私もね負けずにこの大倉池で頑張りたいと思います。いつも通り組み立てていくよ。場所が違うんですよね。私もちょっとあの長いことね通ってますけど、ここで打つのは初めてですね。よし、よしっかりボールド、ボールド、よいしょ、これで通り、もう何もね、まるであの何事もなかったかのように決めていきます。13枚。はい、皆さん当該だと1週間長いでしょ、ね、私もね早くね釣りに行きたくてしょうがないんですよ。はい、餌の紹介ですね。次は餌の紹介です。はい、いつも通り芋グルテンオレンジのやつ、次はですね、スゴグル、青のやつ、そしておなじみ、ストロスイミー、ストロスイミーの方をね、使っていきますよ。そろそろみんなもあのトロスイミーの方を持ちたくなったんじゃないですか。いつも私、あのトロスイミー持ってますよ。あの会社のカバンの中までね、入ってるかもね。まあ、入ってないんですけど、このまま会社に持ってた、あの会社のカバンの中に持ってたら、えらいことになります。クンクン匂い嗅いでますね、ずっとね。仕事やらずに。はい、餌の紹介は以上です。いつものね、3点、芋グル、スゴグル、トロスイミーの使っていきます。今日もグルテンです。はい、おなじみのね、餌作りの儀式ですね。大事な儀式です。芋グル1杯と、スゴグル1杯の方を入れました。もうぼちぼちね、グルテンの時期も終わりだと思うんですけどね、ちょっと私の方がね、ちょっと用意が悪くてですね、グルテンになっちゃいました。今日もね、急いでね、出てきたんですけどね、現場に遅刻しちゃいかんと思ってね、
つも通りですね、あの2年に行って上がりたいと思います。いつもね、もっと釣りやれよとかね、言う人もいるかもしれないんですけど、私には2年が十分にとってちょうど良い時間になります。はい、いい動画です。まあちょっとね、釣りやる前にね、あの嬉しい報告がね、ちょっと2点あるんです。報告が2点、動画の本数はね、50本いきましたよ、なんとか。こんなね、汚いおっさんの釣り動画をようみんな見てくれるなということは、なんとかね、50本アップできてよかったと思います。まだまだね、釣りに行ってね、あの、いろいろ動画の方上げますからね、皆さん、あの、楽しみにしてちょうだいね。もう一つですね、嬉しい報告の方があります。なんとですね、登録人数の方が100人いきました。4月の10日でですね、100人行ったんですよ。実は100人行った。しかし、帰りの電車の中でですね、人数の方チェックしたら、99人になってました。おかしいな。見間違いかな。いや、一瞬ね、100行ったんですけどね。まあ、ちょっと抜けちゃいましたね。残念です。まあ仕方ないですね。そこはね、あの、本当にあの、私の動画を見たいっていう方にですね、しっかりあのプレゼンしていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしておいてくださいね。じゃあ、次の方ね、やっていきたいと思います。今ね、ちょっと流れのある場所でね、やるんでね、うまく撮影できるかな。はい、ちょっと、流れが早いですね。お客さんの方は1、2、3、4、私入れて4人になります。ちょっとね、いつもの場所はね、私がいつも座ってる場所の方は、あの、他のお客さん、先客さんがちょっと入られてますんで、ちょっと違う場所でね、今日は打っていきたいと思います。初はすちょい。まあ、おかげでね、あの、喋りやすいっていうのもありますけど、皆さん、あの、コケコッコ行ってますか？やっとカメ行ってますか？みんなね、結構ね、あの、聞きたいっていう人がね、増えてきてますね。そうですけど、堂々と嘘ついちゃいかんね、堂々と嘘ついちゃう。ちょっと重たいな、流れがね、早いんですよね、この場所は。だからね、あの、普段ね、打ち込むことはしなかったんですけど、流れが早いっていうのはね、本当に。心配ですね、むちゃくちゃ流れが早いです。今日ね、ドボンの仕掛け持ってきてないんですけど、ね、いいだけばっかりになっちゃうな。とりあえず2枚あげたやつの匂い、両目開けて帰りたいです。はい、皆さん、おなじみのポジションに待ってきましたよ。待っとったでしょう、これ。え、待ってない。あ、そうですか、残念ですね。はい、餌つけました。風強いわっしょい、わっしょいはいいけど、今日風強いな。はい、浮き探しの旅です。本当はね、こういう風の強い時ほどね、どこも男な感動ですけど、うわ、むちゃくちゃ流れますね。何でもやってみないとね、わからないことありますからね。まあ、そんな感じで、調校の方していきたいと思います。
本当にあの50本ね、まあ継ぎはぎだらけなんですけど、前半後半とかね分けてね、まあ投稿してるんですけど、なんとかね50本上げれてね、よかったです。まあこれね励みにね、100本、まあそれ以上あと生きて走りたいとね思ってますんで、応援の方してくださいね。長いこと応援の方してください。あ、今ね、今噴水の方が出ました。8時です。ちょっとね風があってね寒いですね。せーの、おっしゃい、雪下げ市の旅。雪探しの旅です。探せ、全てをそこに置いてきた。あ、見つけました。波があるとね、同じ場所にね餌を打ち込むことがね難しいんですよね。難しいんですよ。一練り目でね、果たして一匹ね釣り上げれるかどうかが勝負ですね。ね、携帯だとねよく見えんですね、沖の方がね。1カメ、2カメ、やっとカメーと。今日も響き渡りましたね。はい、私、これが聞きたくなってきたね。あなたもうすっかり痛快おっチャンネルの虜ですね。動画の方しっかり見てください。動画しっかり見てくださいの前にしっかり釣り上げないとダメですね。坊主動画みたいに皆さん あまり興味ないと思いますんで。よし、いいっすよ。